どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、僕が大好きな、まあ、いろんな仕掛けがあります、トレジャー X。 これまでに恐竜、サメ、そして海賊船とかもねご紹介して、ロボットも紹介しましたよね。今回はこちら、大きな雲のような形のエイリアンを見ていきます。ゲームに登場しそうな、なんかね、不気味な、雲のような形のエイリアンね、今回もちょっとガバッとね、お腹あたりをカットして、中からなんか取り出すようになってる仕掛けですね。はい、でくるっと回して、やばいやばい、なんか変なのが出てる。これ操縦してる人かな、よくわかんないけど、まあ、こんな感じで取り出せるっていうのがね書いてますね。わーすっげー、なんかトロントロンのもなんか出るみたいで、あ、これ雲乗り物になってて、操縦するパイロットが中に入ってるってことか。いや、これなんか面白い。うわーすごい、めちゃ大きい。これなんだ、あ、ピンセット、なんかね、ちょっとね、エヴァのロンギヌスの槍のような気がしたんだけど違った。あの、ピンセットね、ピンセットが入ってて、なんだろうこれ、取扱説明書になるのかな、遊び方の順番が書いてる説明書になりますね。はい、まあこうやってね、丁寧に1番からこう順番に、あー、ちょっと待って、やばい、カットの仕方間違えた。説明書がね入ってた袋、ジッパータイプなんだけど、僕ね、上の方もいいかと思ってカットしちゃったよ。どうしよう。ちょっと待った、これね、いきなり間違えてる。え、箱を開けるところからの説明になってて、いや、もうこんな説明書取ってないからわかんないよね。え、どうすんの。え、なんかね、白いケースにはめた状態からなんか作業するみたいなんで、またちょっと元に戻さないとダメかな。箱の中に入ってたこの白い、ケースね、ここにもう一度、はい、この雲ね、エイリアンをね、ここにセットして、でこの綺麗なピンセットの反対側はカットできるように、なってて、ノコギリみたいにね、ギザギザになってて、180度ぐらい、まあこうカットするって書いてるんで、はい、カットしましょう。こう周りをカットする感じですね。こう真ん中じゃないんだ。カットできたんで、この腹部をペラッとめくると中になんか出てきましたね。で、もうこれ全部めくっていいのか？はい、こうめくり上げて、もうこれ取っちゃってもね、いいと思うけど、まあいっか、このまま置いときましょう。こうめくると中に、これ骨になるのか、エイリアンの。え、あ、そうだ、骨になってるね。で、これを取るって書いてる。え、どうやるんだろう。ん？刺さってるんで、はい、引っこ抜いて、なんかね、ちょっとカメの甲羅みたいな感じになってますね。で、わぁ、プニプニが入ってる、これ。あの、僕の恐竜動画見てる方はね、わかると思うんだけど、アロサウルス、ダメージフィギュアのアロサウルスのプニプニと、ちょっと似てる。え、これ取っていいのか？引っこ抜くってなってるから、こう抜いていいんですよね、多分。うわ、怖いな。え、抜くよ？引っ張って、はい、抜いた。なんか出てきそう。大丈夫。お腹に、なんか、入ってて、こう、プニプニが、すっげえ、触り心地いい。で、あと、よく見るとね、小さいエイリアンみたいなのが、中に入ってそう。プニプニ、ぎゅっと握って、中の取り出すって書いてあるんで、はい、握りますね。お、なんか、オレンジ色の、スライム、わ、やべえ。やばいよ、これ、なんかね、変な、はい、ちょっと、なんか勘違いされてしまいそうな音が鳴った。プリ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 ってね、プリプリプリって。あ、出てきた。なに、すげえ。あとね、まだいてるんだけど、こう、大丈夫か。こう中に入ってるこの小さい子たちもちゃんと取り出せるかが心配になる。スライムの量がね、少ないね、これね。これ黄色いのが出てるけど、ちょっと一緒に出さないと多分、これ小さいのも出てこないよね。やば。これ、出るか、生まれるか、小さいエイリアン、誕生するか。もう出てきた。よかった。はい。
もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。なんだこれ。なんかゴールドの、なんかよくわかんないのも一緒に出てる。おー、やば。やばい、これで、めちゃめちゃ気持ち悪い感じで出てるね。はい。え、引っ張り出してあげて、スライムがちょっと残っちゃったけど、まあ中に入ってるのは取り出せましたね。プニプニの中に入ってたのは、このね、黄色のスライム、少しだけ。で、あとパーツが入ってて、ゴールドパーツですね。なんだろうこれ。多分後で組み立てる時に使うパーツですかね。はい、まあこんなのと、もう一個ね。はい、まあこんなパーツ。これよくわかんないですね。で、緑の小さいこれ。なんか虫みたいなの。小さいエリアね、3個入ってました。はい、まず1体目はね、こんな感じ。なんかあの、風の谷のナウシカのオウムのような、オウムのちょっとこう尻尾が生えてるような、エイリアンに、あと、これも、あ、形同じか、同じですね。はい、なんかちょっと、だからダンゴムシのようなね、形になってますよね。はい、あ、これも、お、いや、違うな。これちょっと形違う。あの、前の方ね、カーみたいな感じで、なんか、糞が伸びてる、これね、口のところね。で、あと、足が、こう、ニョキニョキって結構太めの足が両サイドから伸びてて、尻尾はね、アンキロサウルスのような感じで、膨らんでてね、先端の方。ただ、よく見るとね、これ顔にも見えるよね、これ。後ろにも顔があるのかもしれない。まあ、エイリアンだからね。いや、でもこれ、不気味なんだけど、可愛いね。これ可愛いですよね。こういったのがいいよね。説明書のこの9番、袋の中にこれなんか入れるって書いてあったんだけど、さっき取り出したスライムをこの中に入れて、まあ、保管できるよっていうのが書いてあったみたいですね。はい、まあ、こうね、ちょっと僕ね、変なところカットしちゃったんだけど、気をつけてください。まだこの体の中になんか入ってて、やっぱこの赤いのはね、いらないような気がするんで、はい、カットしちゃいます。と、取りますね。ケースからエイリアンをね、取って、で、この、体の中に入ってる、これをね、取ります。なんだ?なんか袋みたいに、なんかプニプニの袋みたいになってて、これが3番って書いてある。中にね、水のようなのが入ってて、そして、パイロットらしき影があるね。プニプニカットして、中の取り出します。ひゃーすげー。ほんとプニプニでカットしにくい。あ、出てきた。なんだこれ、水なのか、なんかよくわかんないけど。あ、なかなか綺麗。わ、なんか飛んでくる。なんか飛んでくるよ。あ、すげー。はい、カット。わ、なんか変な色になってる。汚れてる。今までにないね。ちょっと水っぽいのってね。こうスライムとかはあるけど、うわ、これ、なんか嫌だ。すぐ手洗いたい。すぐ手洗いたい、これ。なんだ、ぷよぷよボールが中に入ってんのか、これ。もう手で、おー、来たぷよぷよボールだ。やっぱりぷよぷよボール入ってる、ぷよぷよボール。すげえ。あの、水に入れると、このボール、玉がね、あの、膨らむやつってやつね。これ、ぷよぷよボールが、中にね、いっぱい入ってる。ほら、こんな感じね。すげえ。あ、やべ。はい、では、中から、これじゃ、ハンターっていうのがね、はい、入ってまして、取り出せた。あ、かっこいい。なんかね、カラフルな骸骨になってて、かっこいいね。で、真ん中にエイリアンのなんかね、バッジみたいなのがあって、すげえ。で、この腕、あと足動かせて頭も稼働するようになってますね。なんか、あとね、武器が入ってるっていうのが書いてあったんで、はい、これが武器になりますね。はい、これが武器。武器をね、ハンターの手に、持たせることができるようになってるみたいです。はい、こんな感じ。結構大きな武器ですね。これでエイリアンのお腹、何も、なくなりましたねっていうか、説明書通りに言ったんだけど、まずエイリアンちゃんと見てなかったよね。すみません、先に見ればよかった。はい、こちらね、何回も言ってます、雲型のエイリアン、めっちゃ不気味で、はい、大きいでしょう。めちゃめちゃ大きい。縦横約20センチとなってて、マテルジュラシックワールドのダメージ T-Rex のフィギュア、恐竜フィギュアとね、はい、比べると、これ結構大きいんだけど、これと比べても、かなり大きなエイリアンとなってます。
色ね、緑色で、もう形さっきから何回も言ってるんだけど、雲のような形のエイリアンになってて、背中ここすごくない？めっちゃ不気味なボコボコ感。あとこの赤い柄がかっこいいですね。で、後ろから見るとなんかね、なんか細長い尻尾みたい、なんだろうねこれ、なんかミミズみたいなのがニョキニョキってこういっぱい生えた感じになってますね。はい。で、足もね、うん、すごいねこれね、なんか骨のような足になってんのかなこれね。あと可動するようになってます。こんな感じで、動かせるようになっててですね、エイリアンの頭意外と可愛い顔がね可愛くて、あと頭上ね、ここなんかねソフトクリームみたいな感じでちょくちょくるんとねなってて、キューピーちゃんみたいな感じでね可愛いですよね。で、顔がね可愛くて目が結構大きいんですよ。で、歯はねスキッパになっててね、とこ、2箇所ゴールドの歯が入っててなんでっていうね、なんでここゴールドなのっていう感じなんだけど、可愛い顔になってますよね。でもさっきねごめんなさい撮っちゃったんだけど、お腹カットして中に、内臓パーツがあって、その中にさらになんかいろんな、ものが入ってるっていうね。足がね稼働するようにねちゃんとなってるんで、まあこういった、まあ、この辺の仕掛けなんかもよくできてますね。エイリアンを下に置くとね、こんな感じとなってますね。いいね。このちょっと不気味な、程よいこの不気味さが、なんか可愛いですよね。はい。まあ、こんな感じ。腹部ね、カットしたけど、まあ、問題はないかな。そんな見栄え悪くなったりはしてないですね。で、お腹から取ったこのハンターはね、はい、この、横に並べるとこんな感じのサイズ感となってて、意外とこれもね、大きいですね。次はね、エイリアンのこのくるんとなってる可愛らしい頭を割ります。これ簡単にね、結構ね硬いけど割れるかな。おお、刺さった刺さったんで、あとはもうギコ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 ね、はい、まあこうカットしてですね、もう手で割っちゃってもいいかも。はい、割っちゃおう。中にプニプニの、これは脳かな、エイリアンの脳が入ってる。取り出せたー、すげー不気味これ。プニプニの脳の中に何か入ってるということで、もうカットしなくてももうなんか割れてますね。で、中に秘宝が入ってました。中に入ってるの2種類あるみたいで、暗闇で光るタイプと、あと中に宝石みたいなのが入ってるタイプで、これは多分暗闇で光るタイプだと思うんで、ちょっと部屋暗くしてみます。部屋暗くしました。光ってるけどちょっとね弱々しい光、かなりね光溜めたんだけどダメですね。まあこれぐらい、まあうっすらと光るようになってますね。もう少しピカーっとこう光って欲しかった。中に隠れてるのは以上ですね。あとは、元に戻すと、まずこのお腹のところね、この骨パーツをね、はい、差し込んで、スライムから取り出したこちらのゴールドパーツを、はい、背中に差し込んで、この武器に、光る、この容器みたいなのを横にね差し込んで、で、これ背中のところに、はい、こう差し込みます。スライムから取り出したゴールドパーツ、これね、ハンドルになるんだ。はい、まあこんな感じで、差し込んで、で、これをね、この中にセットして、最後にハンターをこの、操縦するところにセットして、これで組み立ては完成になります。不気味なエイリアンがね、これ乗り物にチェンジして、で、背中の武器が、かっこよくなって、この横のこの光るね、この筒みたいなのが、なんかパワフルな感じがして、いいね。説明書の最後にアタック、攻撃って書いてあって、こう手で持ってね、こんな感じ遊べるよっていうのがね、書いてましたね。はい、すごいね、足動くのがね、やっぱ可愛いですね。この上下に動くんで、はい、まあ、こんな感じで遊べますね。今回のね、トレジャー X、エイリアンはですね、スライムだけじゃなくて、そう、袋の中に、ぷよぷよボールと、あと水が、入ってて、またちょっといつも、紹介してるのとは違ったね、こう仕掛けなんかもあったりしてね、楽しめましたね。僕の動画でトレジャー X 見たことないっていう方は結構いろんな種類ね、紹介してるんで面白い仕掛けがいっぱいなんで、よかったらぜひ他の動画も見てください。はい、ということでね、今回はこの辺で、動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらコメント、そして高評価ボタンの方もポチッとよろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。